やあ、僕はグリーンザールス。今日は宮崎空港に来てるんだけど、美味しい果物の振る舞いをやってるんだって。僕もいただいちゃおっかな。おや、すごくにぎわってるけど、一体何の振る舞いなんだろう。あ、これは完熟マンゴー。こんにちは、ザウルスくん。あ、ヘグリさん、こんにちは。どうして完熟マンゴーを振る舞ってるんですか。今年は宮崎県産完熟マンゴーにとって記念すべき年、太陽の卵誕生20周年なんだよ。誕生20周年、すごいね。今から20年前の1998年に太陽の卵が商標登録されたんだ。それを記念して今日4月16日の太陽の卵解禁日に、空港を利用している皆さんに宮崎県産完熟マンゴーの美味しさを改めて味わってもらおうと思って振る舞うことにしたんだよ。なるほど、そういうことか。あれ、マンゴーの箱にシールが貼ってあるけど、太陽の卵20周年。うん、これなら県外の人にも分かりやすいね。それにしても皆さん美味しそう。ちょっと聞いてみよっかな。宮崎県産完熟マンゴーの味はどうですか。美味しい濃厚だよね、やっぱりね。いや、すごい美味しかったです、甘くて。めっちゃ甘かったですね、美味しかった。でも、ヘグリさん、完熟マンゴーの栽培って大変なんですよね。そうなんだ。特に去年の年末から今年の初めにかけて低温が続き、寒さに弱いマンゴーの木を守るために暖房をたくさん使わなければならず、生産者は皆さん大変だったんだよ。じゃあしっかり味わって食べないとね。ということで、僕も食べていい？どうぞ。いただきます。ガブガブガブ。すっごくおいしい。誕生20周年を記念して県外のお友達や親戚なんかに送ってあげるのもいいね。きっと喜んでもらえるよ。誕生20周年を迎えた太陽の卵、これからもよろしくね。